はい、こんばんは、トムランチです。連休が終わってしまいました。連休最後のくっちゃべりということで、だいぶまたコロナが嫌な感じですけどね。ここのとこね、SNS でのやりとりなんかでも見てるんですけど、ライブイベントもね、そうは言っても、あちこちで行われているようで、自分は、ちょっとね、仕事の立場上とか、いろいろあって、ちょっとね、こうなる前からも、ちょっとね、本当に、そういったところへの参加はちょっと控えとこうと、思っている次第で、そう言ってもね、本当にライブハウスさんとか、全然ね、本当言葉だけになっちゃいますけど、大変というか、ね、とても厳しい、状況だと思うので、十分にね、対策をしてやられてると思うんで、参加できる方はね、ぜひぜひ、参加していただいて、そういった部分の、ね、文化的なところの、ものを盛り上げていただければ、本当なんか他人行儀でね、人任せっぽくなっちゃいますけど、やっていただければと思いますけども、そうは言っても本当にね、なんかちょっと疑わしき時ね、自分がねとかっていうのは本当に控えていただいて、その自分のホームグラウンドとかね、いうところの場所がからそういった、感染とかね、いうことになっちゃうと、それこそね、盛り上げようと思ってやったことが、逆にっていうような感じにもね、なっちゃうかと思うんで、本当に、参加される方は、その辺は十分、注意されてると思いますけどね、注意していただいて、参加していただければと思います。自分はちょっとね、本当に、しばらくというか、ちょっと先が見えませんけど、これで頑張っていこうかなと思っている次第ですけどもね。はい。で、今日はね、普通にフルサイズでお仕事だったですけど、そうは言ってもね、世の中お休みなんで、ゆったりはしてましたけど、で、このね、連休中にも、新たに、チャンネル登録とかしたり、させてもらったりしていただいた方も、できまして、ありがとうございます。もう一度言っておきます。前にも言ったんですけど、私は、もう何十年も、ほぼ毎日ギターを弾いておりまして、で、後追いでこういう YouTube っていうものができましてね、その自分のいつもの日常を映像に撮ったものを、出せる状況に後からなったということで、チャンネル登録していただくと、アップするとね、お知らせとかがいくかと思うんで、それは非常に、またかよっていう感じになってるかと思いますが、そこはご勘弁いただいて、すいません。本当にね、自分の歌じゃないですけど、気が向いたら聴いてみてくれって感じなんで、ちょっと、その通知はうざったいかもしれませんが、はい、気が向いて、お時間あって、見ていただける、ちょっと時に見ていただければ全然、それで、構いませんので、はい、よろしくお願いします。それで今日もですね、また谷村さんをね、アップしたんですけども、今日は、あれです。手出すかどうか迷ったんですけど、本当にもう全盛期の全盛期、スバルが入ってるスバルっていうアルバムの中の曲をやってしまいました。そのスバルっていうアルバムのオープニング曲でね、ランニングオンっていう曲があるんですけど、もうね、そのね、スバルってもう有名でしょ？で、もちろん自分も、うちのお兄ちゃんがね、兄貴が
谷村さんアリス大ファンなんだけど、現役時代よりはちょっと遅いんですよ、後からなんですけどね。でもスバル知ってるでしょ。でそのスバルが入ってるアルバムだっつうわけなんで、もうそりゃハードル上がってますよね、こっちのね、期待値というかが。それでこう、まだレコードですよ、当時。兄貴が LP 買ってきて、置いてね、45回転になってねえかな、ちゃんと33回転かなってこうやってね。だよね。シングルが45回転でしょ。で、アルバム33回転でしょ、確か。33回転にしてこう、針乗っけて。針が飛ぶといけねえから、一円玉をその上にぴょっと乗っけたりとかしてこうね、パッと。やって始まったこの曲がね、もう一曲目からやられましたよね。チッキ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 デーレデーレデーンつってこう低音からドーンと入って。それであの谷村さんの超ナイスな低音ボイスですよ。ドワーンつって。そういう曲を今日やってみました。で曲自体はね、やってみ、まあ、うん、見たら改めてだったんですけど、あんまりね、抑揚ないんですよ。コードも、あれは、あ、なんかパソコンが勝手に喋った。E の曲か。E、A、B、C シャープマイナー、F シャープマイナー。まあ、まあまあ、ありがちな。はい。なんかパソコンが喋ってますけど。曲なんですけど、本人の歌唱がまあ、またすごいんでね。盛り上がりがある曲って結構ね、カバーしてても、まあ難しいっちゃ難しいけど、その盛り上げとか、なんちゅうの、歌い回しはやりやすいんですけど、今日の曲はね、この手の曲多分やったのは初めてなんですけど、まあどうやって盛り上げたらいいんでしょうっていう感じでしたね。盛り上がんなかったけど、いい勉強になりました。はい。それで、なんかのね、ここ最近の曲のいただいたコメントのやり取りでも書いたんですけど、まあ、本当にね、ギター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 、とにかくギターだった。自分の弾き語りっていうのが、まあ、ちょっとここ最近ね、すごく、歌唱がいい方の弾き語りとか、を拝見して、それでね、すごく自分も触発されてというか、ちょっと歌に意識を置くようになって、そしたら今まで弾き語りでカバーするときは、あ、このギター面白そうだな、この曲ギターでやったらいなんか楽しそうだなっていう基準からだったのが、この曲 歌いたいなっていう意識もできまして、でそういう歌って結構ね、意外にもうそのまあアーティストさんにもよるんでしょうけど、自分が聴いてる曲の中でそういう曲ってあんまりね、ギター曲じゃなかったりするんですよね。でそれをでもスタイルとしてはギターの弾き語りでやるんで、なんかね、それもまた面白くって、まあ、意識をどこに置くかっていうのですごく変わるもんだなと。だから今まで全然気にもしてなかった曲とかが弾き語りでやってみるかと思ったりもしたりして、本当にここ最近の皆さんとのやり取りのおかげで、かなりなんかね、そういった意識が弾き語りに対する意識がまたさらに変わったような気がして、感謝感謝でございます。ありがとうございます。はい。でまあ連休も終わりましたし、ちょっと谷村さんどうしようかな。まだあるけど、もう一曲ね、実は、今日どっちやろうかなと思った曲があって、もう一曲あるんですけど、やろうかなと思ってるのが、まあ、それをやるかどうかね、あれですけど、まあ、ちょっとまた谷村さんをぼちぼち、ちょっと一区切りにして、また、どうしよう。どうしようかな。オリジナルね、まあ、ユニットの曲もあるんですけど、それもやるし、自分のオリジナルをそのちょっと歌ね、歌いたいなっていう意識を持ってもう一回見返してみて、
やってみようかなという気にもなってたりします。もう自分のオリジナルなんか特にね、ギターアレンジばっか、気にしてやってましたんで、特に最初の頃はね、歌詞も歌唱も後回しって感じですかね。まあまあ歌詞はほいでもあれか、考えては書きましたけど、ちょっとその辺もね、やってみようかと思うんで、まあ自分のオリジナルのセルフカバー、まあつってもね、新曲みたいなもんですけどね、まあその辺も攻めてみようかなと思います。はい、ということでまた明日から普通の日常に、まあ普通の日常っていうかね、ちょっと本当にコロナがこんなんですから、これから年末に向けてどんな感じになるかちょっと不安なところもありますけども、まあ本当に気をつけましょう。はい、ただね、こう、こもってるっていう、私はそうしますけども、っていうのが、対策だけじゃないとは思いますんでね。まあ、いろんな面でね、なんだろう、やり方があるかと思いますんで、まあ、くれぐれも、感染を防ぐ、最善を尽くしつつ、やっていくしかないかなと思いますんで。皆さんも本当にお気をつけて、お気をつけつつ、弾き語りを楽しんでいければと思いますので。はい。そういったわけで、また、まあ、火曜日スタートですけどね。平日というか、戻りますが、また、頑張ってやっていきましょう。はい。またアップの方しますんで、よろしくお願いします。それでは、今日はこの辺で、おやすみなさい。